はい、ロボットゲームズロボパパです。今日は久々に青鬼オンラインをやっていきたいと思います。で、いろいろなんかモードが増えてて、まあ、まずなんか青ジェム、ジェムっていう、まあ、青銭みたいなのが増えたり、あと青逃げ V、 これはチームで協力して、バルブを開けてそこから脱出するっていう、ね、脱出ゲーム要素が、追加されております。とりあえずガチャをまず引きたいと思います。で、青銭が今3万9000枚あるんで、とりあえず100連ガチャを。ガチャもなんかドデッカ、闇、復刻っていう3種類があって、とりあえず闇ガチャを引いたいと思います。久々なんで、いきます。コスミ以上は確定って書いてある。おー、ではここは多分20連目。お、出た、クリオネ。これは持ってなかったな、まあ、今回のイベントのガチャ、あ、ガチャじゃないけど。30連目。残念、懐かしいな。うお、何これ、鳥人間。長い間やってなかったんで、やっぱ持ってないスキンが多い。次がラストかな、100連目。じゃあとりあえず初挑戦、青逃げ V 脱出ゲームやっていきたいと思います。あ、これチームね、ヒカキンさん早速おる。青鬼から逃げながら5人チームで協力、バルブを作動させ脱出。よし来い。何こう、はい、行きますよ。バルブを探すのか。でもちゃんとロッカーもあって、あったあったあった、これ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 かな。長押しで解除しろ。レア青鬼が出ましたって。何これ、ゲージが何じゃない。お、進捗ゲージがアップした。あ、でこれは、あ、6個、バルブが6個あるから、それ全部解除しないといけないか。これなんなん、めんどくさいな。おかげ身長がアップしたぞ。おし、解除した。頑張れよ、みんな頑張れ。これはなんだ、解除してやる、解除してくれと。ちょっと待って、まだこれか、これまだや、こっちまだや。ちょ、単独行動でいいんかな。ここ怖いよな、来られたら、2体来られたら。これちょっと進むんや、早いんやな。よし、はい、早く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 、今1体、2体、2体、2体出た。やばい、来た。ちょっと待って、怖い怖いぞ。解除した、解除したのに、あ、ちぎにくいやん。おる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 、久しぶりに。え、これどういう感じ。え、え、もうでも6解除したけど。え、どこやどこ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 、あ、大丈夫。これも、これも、あ、連打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 、あ、できねえ、にゃー。あ、一番乗り生存成功。あ、他の人が頑張ってます。頑張れ頑張れ、ちょっと感染しよう。頑張れ頑張れ。おー、みんな
ら逃げれるんじゃ。お、逃げた逃げた逃げた。あら、あと一人。頑張れ頑張れ。あ、死んだ。ああ、死んじゃった。惜しい。全員脱出しとったら、もうちょっとスコアが上がったかな。で、青ジェムがもうちょっともらえたってことかな。で、一回ホーム戻ります。お、久しぶりに、裏ステージが。やり方が忘れた。どんな感じだったの？これ、振りをね、やりにくいな。これどうやるんやったっけ。え、なんかおかしい、操作がおかしい。もう久しぶりにやろう。あー、やばい。おー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 、おっしゃ、裏逃げてきた。久々で裏逃げてきた。あ、3000枚ゲット。あー、びっくりした。じゃあ次、100人サバイバルいきたいと思います。さっきと同じようなステージ。うわ、めっちゃ多いよこれ。なんなん、気持ち悪いな。これまたバルブルバールステージだな。これも一緒？嘘だよ、なんでこっち来るの？誰かが解除してくれるのかな。めっちゃしんどるんやけど。とりあえずこれ解除しようよ、一緒に。誰も手伝わへんやないか。おし、おーし、おしおしおし。これなんかバルブを解除したらどうなるの。おおお、やばい、どこなんと。おやばい、こっち来る。あと11人、残り11人。やばい、やばい、わあ、やばい、ウィーキウィーキ。こっち来るな、こっち来るな、こっち来るなって。やばいな、これどっちが正解？しまった、こいつに狙ったか。これが正解？あー、やられた。あー、やられた。あー、怖い。下が正解か。あー、しょうがない。はい、というわけで今回は久々に青鬼オンラインをやって遊びました。まあね、脱出ゲームはかなり面白かったです。協力プレイなんでね、今まで青鬼オンラインって言ったらやっぱりもう単独プレイだったんで、よりゲームの幅が広がったかなと思います。で、明日からね、あの青鬼オンラインじゃなくて青鬼の普通のシリーズ、ストーリーの方のシリーズが入ってくるみたいです。ということで、普通の青鬼の方もこれからやっていきたいと思います。はい、この動画少しでもよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。画面の下のチャンネル登録と